ようこそ純道の東北縄文文化研究会へ今回は秋田城烏沼丸日物語シリーズですその1はカラス沼は秋田城迎賓館望後の人工沼だった本作品の趣旨です1秋田市北部に位置する高清水の丘の高台に位置するカラス沼 この区域は縄文時代は居住区でしたが、カラス沼はまだありませんでした。2、約1300年前の秋田城建設時に、墨汗市の迎賓館の防護のために作られた人工沼が、やがてカラス沼と呼ばれました。3、迎賓館の墨汗市の使用は12年に1回平均です。したがって、迎賓館は、常時には、 秋田城のトップであるトライジンが使っていました。秋田城とカラス沼カラス沼は秋田城の外郭門に隣接し、東門の真下の位置です。秋田城と関係がないはずはありませんが、なぜか神秘のままです。 カラス沼を「カラス沼」と読める人も少なく既存のカラス沼成立説もなかなか納得できません納得いかない既存説1砂丘平速説クソーズ川の一支流とは言えずこの高台にも多少は飛び砂はあったでしょうが飛び砂によるアースダムは技術的にありえません二。2. 地元の寺内町氏昔この池のほとりに生きて帰り来る人なかりけるゆえ帰らずが池と言っていたいつの頃からカラスが池と言われた3菅江真澄の水の面影10年前の老女の物語に私が13歳の頃その田へ昼飯を持って行った1枚余りの田が たちまちま大池となったという菅江真澄もこの沼のことは避けているように感じます世界の地盤調査技師渡辺弘勝氏の烏沼調査クロマンタ調査の渡辺弘勝氏秋田県のクロマンタ調査では 渡辺廣一氏の地中レーダーでピラミッドであることが証明されましたさらに世界の遺跡調査を行ってきました渡辺さんはエジプトのツタンカーメンの隠し部屋調査で大きな成果を上げ TBS テレビでも放映されました詳細は純道が YouTube 作品としています 縄文時代周囲は海6,000年前の縄文海進時代海面が今より5メートルから6メートル高かったと言われますつまり高清水丘陵は孤島となっていました緑色の高清水丘陵の周りは水色の海でした小桜貝塚も高台にありますその隣接に 現在のカラス沼があります秋田城以前の地形縄文時代はカラス沼部分は通路だった図の見方赤い部分が現在のカラス沼茶色の線が縄文時代の通路茶色着色エリアは縄文人の居住区域です北に大きく開口し水の溜まるような状況ではない このままの状態で秋田城建設時代733年を迎えた烏沼は秋田城建設時の人工沼であった時代は秋田城建設その背景出羽の柵が江夷市の最前線 年、出羽の柵が日本海側の秋田高清水の丘に進出蝦夷政党の最前線となったしかしなぜ太平洋側の仙台多賀城を差し置いて出羽の秋田への進出が突出したのか大和朝廷が蝦夷政党を急いだのは出羽の豊かな資源とともに百ら貴族の勤務地を確保する必要があった 比較的穏やかなにぎえみしの住む土地が選ばれたえみしの3分類。別格本拠地1。くほん1つがえみしあてるの2荒らえみし秋田えみしの3にぎえみし秋田に住むにぎえみしはおとなしいえみしでした。 朝廷に反抗して恐れられた恵美氏はアテルイを代表とする南部側の荒江氏でした秋田城の防護工事760年秋田城建設秋田城成長733年に秋田城が秋田に来ましたが760年秋田城を建設した。 成長としては高い塀に囲まれ支配業務としては申し分ないが騎馬部隊として王羽を暴れ回る荒海氏は毒矢を用いるゲリラ戦法もあり特に未到地の段階はおそらくそれらの対策に終始している3つの防御工事とは1外郭追事米 三人工沼烏沼出羽の作は七百六十年秋田城として恐ろしい家見氏の攻撃から防御するために一城追くつを二点六メートルと十分な高さとした外角追いじの外にある迎賓館を守るために 2東南部に土塁を設置した現在は道路3人工沼烏沼の土木工事を行った墨海市と秋田城出羽の秋田と墨海市墨海市とは墨海より日本を訪問した施設である。 727年秋から919年までの間に34回訪れていて前半は出羽の秋田城が拠点となった秋田城が第一拠点727年の第一回の牧開始から6年後という素早く。 出羽の柵を省内から秋田へ北進させる必要があった地方行政府の国府を出羽まで移動までして対応した秋田城と墓海市の動き1第7回墓海市の一番袋が船での城港に着いた二。2. 施設代表は秋田城へ3迎賓館に滞在4墨海市が朝廷の旅へ正月に合わせる5正月に朝廷で朝廷6奈良から秋田へ 約40日「七」「秋田城に出港まで滞在」「墨汰紙と推薦トイレ」「ではの秋田に訪れた墨汰紙は727年から795年までの約80年間で6回です」つまり平均では12年に1回の頻度なのです。 この頻度のぼっしだけが使用したのでは迎賓館や水洗トイレの維持管理はできません。常時は誰かが居住したと考えられます迎賓館を守る土塁土塁で迎賓館防護。 現在の東西の東道路は茶色線、小桜地区から寺内地区に土塁であったとみられる宇野木地区の迎賓館はこの土塁で防御したとみられる秋田城と迎賓館を守る人工沼秋田城の人工沼の必要性 外炊事縁の外にある迎賓館を守るために東南部の土塁とともに人工沼烏沼が必要であったまた城の築造時の労働者は調査事務所の話で最大5000人が働いていた地下水の枠岡ですが大きな水場が必要であった人工沼の土木工事 現カラス沼の北部分の開口部をせき止める計画を立てる茶色部分。開口部を強力な土木工事で閉鎖し、上流を掘り下げ、開口部に堤防を築き、水を貯め沼とする。霧土・森土量が一致。人工沼の掘り下げ土量・青色部分と、閉鎖埋め土量・茶色部分は、 ほぼ一致するるように考察されるまた他の部分に堀などを増設した人工沼以外の水色部分アスカの工人を使って西岡棟梁から学ぶ私らは1,300年前に法隆寺を建てたアスカの工人の技術に追いつけない木の癖を見抜きそれを使うことができその上 日本の風土をよく理解し風雨や地震に千年以上も耐える建造物を作っているんですから飛鳥の工人は外郭追地盟も人工沼も作ったすごい技術集団でした渡来人のトップが連れてきた渡来人の飛鳥の工人でした「水仙トイレは誰のため?」 墓碑石と水戸トイレ。秋田城には墓碑石を迎えた芸品館があった。当然トイレが必要です。すぐ近くに古代の水戸トイレがありました。日本人が食べない。 豚肉に寄生する虫の卵がトイレから発掘されましたこれが根拠で牧懐師が利用したことがわかると説明されています秋田城のトップは渡来人秋田城歴史資料館秋田城出土漆上文書には「出羽の国助百済王三中」とありました 大和朝廷から派遣された渡来人の貴族たちが山中文教仏教ソンと絶え間なく就任しています渡来人の肉食朝日新聞2021年5月藤原京の寄生虫卵奈良県立橿原考古学研究所が藤原京の便所の意向から 豚肉を食べると感染する寄生虫が発見された渡来人が増殖した可能性があると発表牧会師は12年に1回のお客様ですが渡来人の秋田城トップは代々にわたって絶え間なく住みましたつまりは渡来人トップの寄生虫でしたね